ベスト8の第3試合、ジロー VS ケロ。最中には定評のあるジロー。ほんまか？に対して、経験には定評があるケラコ。まずは終盤通ったところのワンコンボから、ケラコはバーストを先出し。そしてバーストをお互い使ったところに、ジャンプリさんカウンターのワンコンだったが、ピンコンならず。カウンター、起きてよ。読んでよ。頑張らして横を立てうわぁこれだけよっしゃいカウンターさて次の結果あの6回がカウンターするかまず1本取るか披露ピロマルジャンプリングの方殺しに行く横立て、あーハッピーカウンター、これはまずいんじゃね？あーまずい、あーまた、ロックアイから、オッケー、アイバルよ、手伸びました。しかし、ステッチアをオーバーヘッドキス。なかなか手首に入れられて、一時、よかった。足ブランクから勝負に行ったが、ここはバスト。マコ、スナガード。タティーユが久しぶりに勝って。またマコ、落として。ジッパーと捜査へ。さあ、どうぞよ。バースト、青になる。スナガード。そしてタティーユが頑張るから。まだワンちゃん。タティーユが今度は助けの外。ロッピーヒット。勝負にいく。ああ、漏れた。ああ、しかし。またやった。そして、ちょっと待って、ケラクラゲーム、やりたいだけ。ケラコ無理やり行くが、最後は。出えへんかった。残念すぎる。あら、だから、強。